明したキネマトロンや。このキネマトロンちゅうのは蒸気の力で動く通信機なんや。ほな、使い方教えようか。まず真ん中のダイヤルで話したい相手の通信番号を回すんや。おいで、右上の通信中ボタンを押したらええねん。終わらせるときはこの電源ボタンを押したら通信終了や。これは短縮ダイヤルや。番号が分かってる相手にはこのボタン一発で通じるね。相手がおらへんかったら返事がないこともあるけどな。でや、簡単やろ。よっしゃ、ほんなら習うより慣れろや。早速練習してみよう。うちのいる花屋敷支部に大神班の方から通信してくれへん？花屋敷支部の通信番号は13700や。ほな、うち待ってるさかい。頼んだね、大神班。
聞こえますか？隊長、お久しぶりです。お元気そうで安心しました。今私はニューヨークに向かう船の中から通信しています。でも不思議ですね。海の上にいるのにこうして隊長の顔を見ながらお話しできるなんて。コーランが作ったものだけにいつ爆発するかどうかと心配ですけど。チェ、スミレハン、相変わらず一言多いな。それじゃあ隊長、あたい修行でしばらく帰れねえけど、また通信するからそん時はよろしくな。ありがとよ隊長。じゃあまた会おうな。少尉、聞いてくださる？祖父の忠義が倒れたと聞いて実家に戻りましたのに、祖父はピンピンしてましたの。なんと私を実家に戻すための口実でしたのよ。まあ実家なんてすぐに抜け出してみせますわ。また電撃でお会いしましょう。ではごめん遊ばせ。隊長、隊長も戻られたばかりで大変でしょうけど、花組のみんなのことよろしくお願いしますね。ありがとうございます隊長。では私もこれで失礼します。ほんなら大神はん、うちもそろそろ失礼するわ。喜んでもらえてよかったわ。これでうちも作った甲斐があるちゅうもんや。ほんなら大神はん、さいなら。少尉、大事なことを忘れておりましたの。私の通信番号をお教えして差し上げますわ。私の番号は13800です。よろしいかしら。少尉も時間が空いたらぜひ通信してくださいな。お待ちしてますから。
無駄だなんて。セリフ合わせはとても大事なお稽古ですよ。それにセリフ合わせなしでどうやって舞台をやるんですか。舞台上での掛け合いはインスピレーションが大事なのです。役者は才能、こんなお稽古は不要です。でもセリフ合わせはお互いの呼吸を合わせる練習にもなります。私、織姫さんに私たちと仲良くなってもらいたいんです。そのためにも少しずつ息を合わせるお稽古をしようと思って。あなたたちの舞台と私の舞台とではレベルが違うんです。舞台も戦場も戦いです。あなたたち何か勘違いしてます。これ以上仲良しごっこには付き合いきれません。帰ります。あ、織姫さん待ってください。あら、翔一さん盗み聞きしてたんですね。いい趣味してるって感じ。やっぱり日本の男って最低ですね。おせっかいで小心者、おまけに覗きの趣味まであるんだから。チェリーさん、さくらさんも全然センスなしん、もう最低。あたしイタリアに帰らせてもらいます。そこどいてください。聞こえなかったですか。そこをどいてください。口で言ってもわからないみたいですね。いい男って感じです。体調だかなんだか知りませんけど、余計なおせっかいはやめてください。織姫さん、作戦指令室に急ぎましょう。